ありがとうございます。おつみーたんです。おつみーたんだよ。ありがとう、おつみーたん。ありがとうございます。おつみーたん、ありがとう。花田から始まる、そう、花田から始まるみゆちゃんの配信です。おつみーたん、ありがとうございます。おつみーたん、お疲れ様です。お疲れ様、ありがとう。みーたん推し、みーたん推し、ありがとうね。ドアラがいない、ドアラがいない。咳が心配ね。咳がいました、ドアラ。ね、咳はね、花粉症ですね。桜のギフトありがとうございます。桜のギフトありがとう。2回目見たんです。ありがとうございます。本日2回目、初見じゃないだけどね、今日はちょっとね、ちょっとだけやります、配信。ごめんね、ちょっとだけだけど、少しだけです。少しだけ。こんばんは、こんばんは、ありがとうございます。ね、前髪やばくないですか。つみーたん、春休み楽しんでます。桜のギフトありがとうございます。こんばんみーたん、おつみーたん、ありがとう。やっほー、おつみーたん、本日はダブル、そうそう、ダブルです。お昼休み行けませんでした、すいません。ありがとう、来てくれて。でも今桜餅ありがとうございます。大阪桐蔭1-4。うんふんうんふん、みーたん来てありがとうございます。見ましたか、本当に。うんふんふん、ひらがなみーちゃん、こんばんは、こんばんは、ありがとうございます。負けちゃった、美味しいです、大阪桐蔭。あ、間違えた、大阪桐蔭じゃない、美味しいです。おすみーたん、ありがとうございます。ダイソーで咲く、本当に売ってるんだ、ダイソーに。咲く山、これがいい公園。あ、そうなんだね、いい公園。うふふふ、おすみーたん、大阪桐蔭食べたのか、間違えた、間違えました。うん、学園強い、強いね、大阪桐蔭も強いじゃないですか、だって。うんふんふん、おつみーたん、毎度来たで、みーたん、ありがとうございます。毎度山椒菌負けちゃったね、負けちゃった。ちょっとさ、甲子園だよね、見る。一度目の配信を通知になって、車止めてすぐおったから、そう、本当に。でもありがとうございます、見に来てくれて。2回目のみーたんは1回目よりもさらに可愛さが増してきたんじゃないかと思えた。今日の、そう、あ、メイクしました。ちゃんと髪の毛とかもしてあります。前髪切ったんですよ、やばくないですか、うん、短いよね、うん、ね、この雨で。星ありがとうございます。夜も配信ありがとうございます。髪の毛って可愛くないで、ありがとう、嬉しい、ありがとう。なんだかんだ言って、記憶も全然いいんですよ、全然。レインボースターありがとうございます。大阪の高校強いの、え、大阪桐蔭強いですよね。すごいよね、明日。そうだね、明日プロ野球開幕です、楽しみですね。ピンクのドアラ、ピンクのドアラありますよ、かわいい。後ろに祖父江選手のサインが入ってあります。ちょっと妹の名前がねあるので、ちょっと妹の名前はちょっと公開しないのでね。星のゲスト、ありがとうございます。見づらいか、見づらいですよね。祖父江選手のやつです、サイン。ピンクの、そう、あるよ。腹話術始めたの、腹話術始めました。あの、始めたというかね、結構得意なことに気づきました。ありがとう。ドアラだよ、松川優だよ、みんなよろしくね。どうですか。でも2度目の配信で3分前に家ついてくる、ありがとう、グッドタイミングだね。こんばんは、ありがとうございます。え、かきれな来た、かきれなだ、かきれな。おすみーたん、こんばんは。みゆちゃんの前髪カットやばいですよね。あの、成功、成功、あ、最高、え、でも
もうちょっと一回お眉にしちゃったことあるのでね。でもね大丈夫ですよ。おつみーたんありがとうございます。サインすごいよね。すごいですよね。妹の名前がある。おつみーたんこんばんは。こんばんは、ありがとうございます。みーたんは顔の輪郭がなんて書いてあるんだろう。どうですか。おはみーたんありがとうございます。早く仕事終わっていくとかって本当に準備満タンですか。本当うまい、ありがとうございます。おつみーたんありがとう。何個見るはんな。昨日の公演最後びっくりでしたね。え、ちょっとみーさん見たいんですよ昨日。いいね、ありがとうございます。熊です笑える。それはどういう意味の笑えるですか。ありがとうございます。本当に上手で、ちょっとなんか言いますね。読みますね。じゃあこれ、かきれな初見だ。初見かきれな。みゆちゃんおんまゆ似合いそう。かきれな初めて来てくれたのかな。じゃあおんまゆみゆ似合わないんですよ全然。全く似合わなくて、今は似合うかもしれないんですけど。祖父江といえば、そうだね、祖父江選手すごいさ、目すごいね。プロ野球選手のサインもらったことない。本当ですか。みゆめちゃくちゃサインもらってて、あのなんか色紙にめっちゃあるんですけど、ちょっと今はドアラには祖父江選手のやつがありますね。家族全員ドラゴンズファン。そう、家族全員ドラゴンズファンなんですよ。みんなドラゴンズ好きなんですよ。おツイータン、おツイータンありがとうございます。これね、そう、あ、言っちゃった。かきれな初見、かきれな、こんばんは。まだいるかな、かきれなは。ドラゴンズ今年はいけるかもよ。いけるかも、いけるかもね、確かに。腹話術うまい、ありがとうございます。腹話術上手でしょ。とかあのね、今ね、あのお家に三重の友達がいるんですよ実はね。そう、あの三重の友達がいて、それでいるんですけど、なんか今は三重の妹とママと3人で今三重の友達話してて、あともう一人来るんですけど、すごい幼稚園の頃からの友達なんですけど。そうなんですよ。おはみーたんありがとうございます。かわいいね爆笑。ありがとう、かきれな、ありがとう、かきれな。おつみーたんバランスボール、あ、そう、今バランスボール乗ろっかな、乗ろっかな、乗りますねバランスボール。実はお友達が家にいましたよ。ちゃんとかきれんじゃん見てたんだね、バランスボール。うまいね、ありがとうございます。分析に、え、分かった。爆笑すな。かきれな、おもろい。バランスボール見てたんね、バランスボール見てたんだね。やばいやばい。お友達も配信見てたりするの。お友達は配信見てたこと、見たりするしてんのかな、どうなんでしょうね。13期で加入しますか。お友達ですか、どうだろうね。でもその子ダンス上手ですよ。こんばんは、やばい。かきれなじゃん、そう、かきれないますね。あのまたわらわらわらだって。やっほー、よく言ってる親友ちゃん、そう、よく言ってる親友、なんか親友ちゃんがね結構いるんですよ。ハートのギフトありがとうございます。パク出遅れてありがとうございます。お友達はバランスボールするの、お友達はバランスボールするのかな、どうなんでしょうね。明日は中田翔選手で、そうだろうね、どうなんでしょう。ちょっとね、タケノコの里食べます。里だっけ山だっけ、里でした。うんふんふんふん、いつから配信始めたっけ、みゆって。30分ぐらいになったら終わります。タケノコ派ですか。最近タケノコ派になりました。はい。ハートのギフトありがとうございます。かきれなも素直にバランスボール。したいとね。でもかきれななんかさ、バランスボールさしてるイメージがあるんですよね。ミユだけですかそれは。気
昨日たけのこの里買っちゃった。あ、本当に美味しいよね。いっぱいお菓子そうあるんですよ。6時7分からだよ。じゃあ30分ぐらいに終わりますね。ハートのギフトありがとうございます。こんばんは。だるまのギフトありがとうございます。やっほーやっほー。かきりなはなんかバランスボールに乗ってそうなイメージがある。なんかバスケやってるやってたからさ、乗ってそうなイメージあるんですけどね。コアラをマーチを買った。あ、そっか、今名前なんで、名前のやつだよね。ボールを打つインハイボール、あ、そういうこと。でもミーはなんか自分のなんかちょっと合って話合ってるか分かんないんですけど、なんかボールを、ボールなんですけどピッチャーから投げられて、ミー右の右だったんです。右バッターで左の方の難しいですね。自分が合ってるのかな、話してること。打ちやすいボールを全部打ってました。合ってるかな、すいません。かけるのならボールの上で Y 字バランスでしょ。Y 字バランスめちゃめちゃ難しそう。ハートのギフトありがとうございます。なるほど、ボールがそばにいるのは分かるね。そんな感じするよね。後ろのこと、そう、後ろのことがバットです。大谷翔平選手とは興味あった、ありますよ。今ドジャースにいますよね、大谷選手。明日の開幕ゲームで今日は帰りにニューシューズを。あ、本当にすごいね、楽しみだもんね。明日インコースの、あ、そういうこと。うまく打つ方法。でもなんか結構ミユが言われてたのはバットを短めに持つといいって言われてました。難しいけどね、待ってるから見えちゃうんですけど。ストライク来やすいから、確かに。そうだよね、そうだよね。おもちゃじゃなくて、なんか素振り用のバットです。おつみーたん、おつみーたんありがとうございます。もこもこ、これねパジャマなんですよ、実は。パジャマです。パジャマクマです。みゆちゃんのソフトのガチパット、そう、ソフトガチでやってましたね。コンパクトのバッティング。そうです。こんにちは、こんにちは。マスコットバットという、ね、多分そんな感じのやつですね。かわいい、かわいい、ありがとうございます。イエイ、素振りお願いします。今度素振りで配信できたらいいですね。友達も春休みだけど4月からは別の、そうなんですよ、別のね道に進むんですよ。バットを短めにはミート率がアップしてボールに、そうそうそう、そうなんですよね。怖くないからバット持っても可愛い。ありがとうございます、嬉しい、ありがとう。前髪いい感じ、え、本当ですか、いい感じですか。ソフトも、そう、ソフトも金属バットです。レベルスイング、なんか打ちたいんですけど、これ絶対危ないよね。ちょっとしたお別れしょ、またもそんな感じですね。たこ焼きを食べます。おすみーたんありがとう。おすみーたん、メンバーによってはバットを戻せる。やだ、怖いよ。バットを短く持つとアウトローの球が、あ、そういうこと。やってますか、野球。むずいね、むずいね。で、みーはね、でもさ、なんか、どうだろう、むずいね、むずいな。そのバットは何用、素振り用のバットです。もう少しで素振り配信まで、そうだね、素振り配信またね、できたらいいですね。その時はちゃんと言いますね、ちゃんと言います。どうしよう、もうすいません、ちょっと本当にちょっとだけだったんですけど、壇上見ますね。
すいません、ちょっと待ってそう友達。失礼ママやってきました。怖い怖いです。13位の方、リンゴの方ありがとうございます。ありがとう。12位の方、大きいリボンをつけている方ありがとうございます。11位の方、篠原京香さんのうちは持っているクマさんありがとうございます。10位の方、ボブの女の子ありがとうございます。やってきました。ジェラシーってやってきました。と次ですね、9位の方、サイドに赤色のボンボンがついている男の子ありがとうございます。8位の方、ハートの妖精さんありがとうございます。7位の方、赤いロボットさんありがとうございます。と6位の方、ワンちゃんありがとうございます。と5位の方、アライグマさんありがとうございます。4位の方、アヒルさんありがとうございます。3位の方、目がクリクリな枝豆さんありがとうございます。2位の方、ハンギョドンの帽子をかぶっている男の子ありがとうございます。1位の方、タコさんとイカさんありがとうございます。すごい声が高いですね、なんか今は。おつみーたん、おつみーたんです、ありがとうございます。最初ありがとうね、ありがとう。ママたんですね、さっきママたんが来ました。では皆さん、ちょっと今日もあ、手紙のギフトありがとうございます。かわいいこのギフトありがとう。今日はね、皆さん2回目の配信ということで本当にありがとうございました。すごい皆さんたくさんコメントのギフト本当に嬉しかったです。で私はね、今お友達がねとたこ焼きを食べるのでね、食べてきますね。では皆さん本当に今日もありがとうございました。明日からも頑張りましょう。ありがとうございました。バイバーイ。